続いては群馬御朱印散歩のコーナーです。今日は高崎市八幡町の大小護国寺をご紹介します。こちらが大小護国寺です。1216年の鎌倉時代創建の真言宗武山派のお寺です。この長い歴史にも注目ですが、江戸時代にはとても有名な人物によって厚く崇敬されました。その人物がこちらの慶勝院です。江戸時代の第5代将軍徳川綱吉のお母さんとして有名な人物です。綱吉といえば生類憐れみの霊を出した犬公方とも呼ばれる人で、父親は3代将軍の徳川家光となります。県内ともゆかりが深く、館林藩の初代藩主を務めました。ではその有名な慶勝院がなぜ高崎の大小護国寺を崇敬したのかといいますと、大小護国寺の第24代住職良賢という人が慶勝院の安産を祈願したことから、心の拠り所として厚く信頼したからということなんです。ちなみに玉の輿の語源となった人物とも考えられています。慶勝院はもともと八百屋の娘でお玉さんと呼ばれていたそうです。慶勝院は大小護国寺に仏像や宝剣など多くのものを寄進しています。そしてこのほど発見されたのがこちらの慶勝院寄進不動36童子像です。仏教最高位の如来の化身と言われる不動明王のサポートをする仏ということです。こちらは54代目の現在の住職飯塚修也さんが難度の整理をしていたところ、解体された木片の状態で見つかったということなんですね。その数なんと2000パーツ。当時の状況について聞きました。慶勝院寄進の36童子という仏様がこちらに伝わっているというのは話には聞いてはいたんですけれども、あ、これのことかというふうに思いまして、ちょっとびっくりしたのと、一体これどうしたらいいんだろうっていう思いになりました。だからその次の瞬間に、いやちょっとこれは見なかったことにしようかっていうふうに、そんなふうに思ったくらいに、ちょっとこの一瞬にしてこの責任の重さというか、この仏様たち一体どうしたらいいんだろうっていうことをその時に思いました。お寺の住職とはいえ仏像の修復は未知の領域。知り合いの僧侶から物資を紹介してもらい、本尊の不動明王像とともに41体の仏像の修復を依頼します。この物資も群馬出身の人です。最初はその自力で修復費というのをお支払いしながらというふうに思ってはいたんですけれども、この仏像仏様の中から、修復途中にその願文といいまして、その当時の願い事がたくさんお腹の中に入っていたんですね。それであるならば今修復途中ですので、お腹の中は空洞のままですし、ですので現代の方々のお願いをお腹の中に入れていただいて、多くの方々の支援でこの修復事業というのができていけばなと思いますし、そしてたくさんの方にご縁を結んでいただきたいというふうに思っています。およそ10年に及ぶ修復プロジェクトが始まりました。ということで、現在修復を終えて戻ってきた美しい仏像を間近に見ることができます。こんなに近づけるんです。すべて表情が違うのが魅力の一つで、目が玉眼という鎌倉時代によく使われるようになった技法で作られていて、リアルな視線を感じることができます。こちらは飯塚さんのお気に入り不思議童子です。こちら掃除をするときに住職と目が合うということなんですね。おう、はい、こんな感じですね。確かに見てますよね。見られてますね、はい。そして私のお気に入りがこちら、はい、インダラ童子です。この手の動きと開かれた口が、うん、友達のような親しみやすさがあるなと思いました、うん、今までとはちょっと違いますよね、やっぱりね。そうなんです、うん、皆さんもお気に入りの表情を見つけてみてくださいね。全部違うんですね。はい、面白いですね。
仏像を見るときは持ち物にも注目です。例えばこの桂昌院鬼神の本尊不動明王像、宝剣と剣柵を持っています。宝剣は煩悩を断ち切る知恵の剣で、剣柵は煩悩を縛ったり人などを救うために投げたりする道具なんですね。持ち物一つ一つに意味がちゃんとあります。ではここで仏像持ち物クイズよっ。さあ第1問、手のひらに乗っているのは何でしょうか。なんか花っぽいですよね。はい、何の花でしょう。何の花。はい、正解はこちら。あー、そういうこと。ハスです。泥の中から美しい花を咲かせるハスは、仏の教えの象徴となっています。さあ第2問、難易度マックスです。何でしょう。何でしょう。はい、何が何でしょうなんかよくわからないですけどこれは金剛杵の中の特古杵というものです。はい、煩悩を払うための道具です。槍の刃の部分が上下についているのが特徴なんですね。特古杵。はい、特古杵と言います。こう仏像を楽しむためにもう一つ提案があります。何ですか。はい、何でしょう。住職にもお付き合いいただいて、仏像ポーズを取ってみました。もう仏像って長い歴史の中で受け継がれてきた美しいポーズがやはり魅力的なんですね。ぜひ仏像の真似をしてポーズを決めて写真を撮ってみてほしいななんて。仏像のようにってことですね。はい、思います。なるほどね。ではご使用いただきましょう。はい、ご神は住職が描き上げる可愛らしいイラストが魅力です。その様子をご覧ください。大正護国寺では飯塚さんが描いた可愛らしい御神などがこのお寺はすごくそのゆっくりと参拝してのんびりとしていただきたいなというふうに思っています。例えば本堂の中でその本尊様、本尊の不動明王様と対峙して、そして自分の心を洗っていただくような、そんな空間、御院であればお茶会であるとか宵の茶であるとか、あるいはその文化的な活動もこれからも続けていきたいなと思っておりますので、皆さんもお越しいただければ嬉しいと思っております。アクセスはご覧の通りです。さあ今回いただいた御神はこちらです。はい、まずこちらの愛染明王という恋愛など愛を司る仏が描かれているものですね。こちらはバレンタインからホワイトデーの3月4日までの1ヶ月間限定でいただけるものです。また来ましたね、1ヶ月間限定。はい、書き置きのものが基本なんですが、はい、3月からは数量限定で御朱印帳にも書いてくれるということなので問い合わせをしてみてください。はい、そして梨田さんがお持ちの御朱印が切り絵タイプのものです。ね、これもまた可愛いですね。可愛いですよね。でまたこの切り絵がね、ちょっとたまらない感じがしますよね。繊細なデザインですよね。本当そう。だから住職らしからぬと言っては失礼かもしれませんけれども、可愛らしいですねこれね。持っていると嬉しくなる、そんな御朱印ですよね。全然違うんですねやっぱりね、はい、これまでとね。はい、感染対策を万全にお出かけください。はい、ここまで群馬御朱印散歩のコーナーでした。